熱い胸板を手に入れよう。こんにちは、坂本隆です。私は大胸筋を上部、中部、下部に分けてトレーニングしています。今回は大胸筋上部の鍛え方をやっていきましょう。個人的にはインクラインベンチでダンベルプレスをするのが大胸筋上部に効いてきます。まずベンチに傾斜をつけてください。倒しすぎたり起こしすぎたりすると違うところの筋肉に効いてくるので注意が必要です。そしてダンベルを順手に持って肘を90度に曲げてください。1回をゆっくり上げると効果的です。筋肉を大きくするためにはだいたい10回くらいできる重量に調整しましょう。補助者がいない場合は両手がきっちり上がらなくなったらやめるようにした方がいいと思います。片方だけ強く上げれば体が傾いてしまいますので、私だとだいたい60から80キロぐらいでやっています。初心者の方はフォームを崩さずにコントロールすることが大事なので、5キロから10キロぐらいの重さで始めるのがいいんじゃないでしょうか。以上、大胸筋上部のトレーニング、インクラインダンベルプレスでした。